いなかったもんな、待ってな。さあグルメイト、まあエレキで序盤にあんだけ白が出ちゃったらきついな。エレキの人間に塗りたいキルだからね、あれはね。エレキにいたねっていう情報で終わらせられると思ったけど、メインに上がったって情報出ちゃったらきついな。ういー、ナイスー。高田さんのシリフの位置も悪かったな。藤振りと一緒にキッチン分け。高田さんのシリフが位置が悪かったね。シリフ嫌なとこにいるんだよな。闇を守る機構に入ってきた、多分上からか。めっちゃ下探したわ。めっちゃ下探したね。停電直しました、しかも俺。スクしときゃよかった。やば。ありますが、俺はめっちゃタスクしちゃったわ。うわ、藤宮は白っぽいかな。藤宮。せやね。ワン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 したね。いや、コミュニケーションダウンロードからずっと一緒なんだけど。でも、藤宮君、停電後すぐに。白いし、白く見えたらみんな会った人。サブモットにめっちゃできそうやし、藤宮くん。スナパイとか絶対白いだろ。ねえ、貨物二人きりもわざわざとか言われる中に二人もんねんで。すみません、アドミンがあと1秒も残ってないと思われます。怪しい。怪しい。別にいいでしょ。これ下に探しした。誰からも指認されてないやつ、マット説あるな、このターン。あー、確かに。慎太郎、誰かと会ったのか、お前。慎太郎いたよ。慎太郎シャワーのね、タオル入れんとこ立ってた。高田さん、スナパイさん、あとラウンジで伊豆さんとも出会った、最後に。中盤ぐらいかな。伊豆さん、伊豆さんかも出会った。いや、坂田さん出会った、一応。貨物で会った。あ、俺、藤宮さん、藤宮とも最後会ってる。ハイブリさんは。そうですね。俺はね、最後浮いてるかな。最後メイン。弁当入ってそうだな。誰かと会いました。マットうろつくの怖いぞ。普通にキッチンで湧いてみんなと別れてから、藤宮君と米沢で別れてから。あ、そうね。うん。そう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 。序盤だけだね、本当に。そこからどういう動きですか、やめてあげて。確かに。言っていいけど、別に全然言うよ。はい。エンジン配線やった後、メイン行って、ゴミ箱タスク、弁当タスク、今、暗室です。少なくないですか？それでも短いじゃん。短いですか？マットだ。短い。マスク。お前ら後悔するぞ。本当に。これでコミュニケーションダウンロードアップロードまで行ってますよ。結構残ってるね。長かった。マットめっちゃ長かった。むちゃくちゃ長かった。正直だから。終盤ぐらいから下探し。なんでよ。疑っとけ。私も下探した。天網で停電直した時点でもうキルクール多分上がってて、でかつ俺今その俺が展望からメイティングを奥確認してボタンですからね。いや、しばくぞこれ。ええ、だいぶ短いっすよ、ハイブリさん言うて。まあ、そう直しかしよね、サボーね。でも、サボーあってんやからしょうがないサボーね。めちゃくちゃ短い。マジで短い。藤神。これマジでハイブリさんマット説あるな。人外以外の何者でもない気がするけど、逆に慎太郎が来た。ああ、シェリフやろ。俺シェリフです、ハイブリさん。さすがに人外だろうなと思った、移動経路が。今コミュ最後いた2人って誰でしたっけ？私とスナパイさん、ガミさんとスナパイで、最後の最後オマオジも入ってきてます。は
はい。じゃあサントスさん、スナパイさんは絶対無理です。無理だね。メイヤさんキルですよね。ガミさんも無理。オマージュはセキュリティからキッチン武器庫コミュニケーションっていうルートだと思います。はい。ガミ役の死にいないの？ガミさんと宿舎脇にはいなかった。宿舎脇じゃないですか。あれ藤ガミ、藤ガミメイ確か3人いたはず。僕は見てなかったけど、まあ僕がリフトでアーカイブ方面行ったんで、ああいたね、下ったんじゃない、ガミさんが死んだら。いや僕が初手エンジンすぐ降りたんで、うん、あそうなんで来てないはずですね。だから金庫かミーティングだと思うんですけど。いやミーティングは僕目線ないですね。高田健司さん、これクルータイムってどれぐらい？あもう今上がって、俺連打してたからハイブリさん付きまとって。なるほど。そうそう、じゃあもう結構直近なのかな。もう直近っていうか今ぐらいだよ多分。おまおじさんまで無理じゃないですか、それなら。僕目線藤宮君も無理そうかな。待ってね、藤宮君最後までアーカイブ。そうだね。あと宿舎脇なんだったら伊豆が無理かな。僕メイン除染で最後浮いてます、うん、俺がシャワーから付きまとっていってるから伊豆の場合はかなり取り、あ無理やな、弁当くぐらないと無理だけど、弁当くぐっちゃうとクール上がんないから。坂本さんどこだっけ。俺はねセキュリティでオマージュとあって、オマージュが先にいなくなっていて、セキュリティからキッチン戻ってる途中かな。そっちにタスクがあるので、はい、置いていってます僕高野さんを。ボタンがシェリフのもうギリギリ直近なんだったら、オマージュにも白打てると思う。光ってない、うんだ、ね、うん、だからあって魚さんとか、うん、いや藤宮君僕目線でかなり厳しそう。アーカイブに置いて俺がリフト使ってミーティングで終わりだから、じゃあサカシンだからローラーしちゃっていいんじゃない。伊豆俺視点無理だから、だから多分そうね。ガミさん無理なんだっけ、うん、はい、ガミスナさんとスオマージュが無理なはずで、オッケー、じゃあ大丈夫か。慎太郎から行くか。はい、さっき浮いてそうだし浮いてはないけど、キルが起こってないな。神の証言が会えないよって言ってたんじゃないか。いや別にたくさんの人に会えましたよ。いやマジで。皆様のローラーでお願いします。やばいこの試合。ハイブリさんどっちなんだ。何やねん。絶望やんこれマジで。絶望やでマジで。えキル起きてへんやんって思ったわ。ハイブリさんマジで短すぎる。人が見つからなかった。短いか、さすがに短いか。めちゃくちゃ短くてもう完全にマットクされちゃう。いやアドミンの話も出てるし、うん、だから1位ずらせへんし、なるほどね。でメイン人通ってんの見えたから、はいはいはい、うわーと思って。はいはい、ぽいな。まあ、一応、実施点の話をしておくと、俺、初手の動きって、貨物あたり、アーカイブであったから、で、貨物でサントスさんとかとすれ違ってるのね。あったで、その後に、診察からエレクトカルってタスクをやるときに、5番から6番に移動していく人を見かけて、誰だったんだろうって思いながら、セキュリティの方に行った際、藤宮と会ってる時系列だから、俺3人と会っていて、かつ、そんなに別に、キルもできるタイミングがあるから、まあ、それでインポスターっぽくないなって思ってほしいのと、まあ、高田健司目線、今日俺めちゃくちゃ来るっぽい。いや、わかる。俺は勇気のスキップを提案しようと思った。そうなんだ。ただ、俺を釣るのは別に構わないんだけど、なんでかというと、もう、ハイブリさんで落ちていて、あ、そっか、まだ、人外落ちてる。二人外落ちてる可能性がある。高田さん視点、うん。ちょっと詰めてほしい、他の人。サッカーな、まあ、さっきのキルがもうないから。うん、あ、そうか。そう、ハイブリさんも多分、高田さんのキルクール的に、あ、ないんですよ。そしたら慎太郎さん、藤宮さんの2浪ぐらいじゃないですか。そうかそうか。もう一歩さ、誰と誰を汚してない。いや、慎太郎、藤宮の2浪はあるかな。あ、2浪ね。はい。でもそれでも結局落ちてるから、うんうん、いいんじゃない。うん、藤宮って、ハイブリさんのマットめっちゃガッチズベしてたところがインポスターっぽくないけどな。全然疑ってはないです。シンプルな話、俺インポスターでも残りのインポスターいるんだったら絶対キル入れなきゃいけないから、宝剣士切ります。あ、まあ、サボ的にあれだけど、リアクターだから。まあでも余裕で魚さんとその上でタスクで終わるかなと思ったけど、釣ってもなんか大丈夫そうな気はするけど、ね、うん、釣っても間に合う私。ああ、釣れますか。いや、うん、俺もいや、キップ派です。いや、長木さんここ信じましょうよ。言うほどタスクを進んでないので。いや、信じるの。信じましょうよ。ある、正直信じたくはある。いけるっていけるって。じゃあ魚さんを信用してスキップします。うわあ、責任押し付けてるやん。じゃあスキップスキップ。魚が来るじゃん。めちゃくちゃ来るっぽい。俺が責任持つ。俺が責任持つ。本当は来るっぽいっていうだけ。魚が責任持つ。あなたは責任持てないよ。そうじゃない。信じたら来るっぽいから動きは。本当ね。うん。
終わりだ。楽しそうにしやがって終わりや。人外会社ガチで思んないですね。なんかエアシップもさ2年ちょいぐらいやってるやん。はいはいはい。でモッド入って黒猫入っ黒猫とかマットメイト入って1年以上は絶対経ってるやんか。はい。うん。過去一思んない黒猫やわ。マジで楽しそうにしやがってほんま。たまにありますよやっぱり、なんかもうわけのわかんない初手の行動経路で詰められるの。辛いわ。マジで思んないんだよな。これいや、そう、それがあるから僕マットね弁当書店入りたくなくて。いやさすがに、ね、でもよく切られるそれで。うん。いや停電入ったら隠れるよ。確かにそうなんだよな。それでね、破綻できれば釣られるんだったらいいけど、切られた時が一番しょうもないから。いやマジで、なんか嫌な予感してずっと剣士ついてきてるから嫌やなと嫌やなと思ってたね、ほんま切ったら。右、ああ、おお、14秒以内切る。あ、わかります。はい、それぐらいだと思います。絶対見えてないんで、暗室か右か左かはちょっとわかんないです。魚切れません。よかった。ね、伊豆さん最初とコミュサボの方に行ってるの見てて。っていう感じだから伊豆さんの経路も聞きたいな。僕、停電直したのが僕で、停電直した後展望アップロードで最後ミーティングまで来て、高田さんがミーティングの配線終わった瞬間下に下ってるぐらい見てます。ごめんなさい、スナパイさん14秒前に生きてたですよね。そう、14秒前に、バイタル見た時全員生きてて、で今直前見たら死んでて、はい、今僕バイタル見て死んでるの見てから上がってるんで、バイタル見てからメインに上がるまでの間に死んでます。ああ違うわ。そのタイミングだったら僕多分診察のダウンロードに僕いたと思うんですけど、ごめんなさい上行ってないんで見てないですね。エレキの勝ちから出てく藤宮さんを見て、バイタル見たら死んでたからメインに探し行ったって感じなんで。ガミオなら大丈夫。ガミオもタオルタスクに置いてきた認識なんですけど、ガミさんがバイタル見に行ってその後戻ってレポートって感じってことですね。そうですね、勝ちやってバイタル見てレポート、はいはいはい、何にもおかしくないと思います。ちゃんとそのその後、アーカイブから下ってきたんですよね。アーカイブから下った？私アーカイブから上行って、その後あのラウンジでタスクやった後はヌーンで右から左を渡ってますよ。上に行ったんだ。うん、上です上です。上に行って、あのなんだっけ、誰だっけ、ガミオーマが、シャワーのタオルタスクの時に上に行ってラウンジの方行ってタスクやって、で、ヌーンで渡ってます。で右から左に渡り切って今はしごしたっす。じゃあ三藤さんと対抗で、僕ずっとその後アーカイブで本タスクしてましたらしいです。おらしいです。じゃあ釣れますか。はいはいはい、はい、あらこれは新太郎さんとスインポサーアイブリマンとか。そうです。かわいそうに何のひねりもなくそうです。かわいそうだよ。おもんないぞ。おもんないぞ。めっちゃおもんないぞ。あれは初手の長さで、あれはちょっと、いや、そう、ね、感じちゃう。あれでもマット見つけれそうな感じだな。なかなかボタン入らへんくて嫌な予感して、禁止で突き戻われて嫌な予感して全部当たったわ。